日田市の国道386号で花月川に架かる三郎丸橋は6月末からの大雨の影響で橋脚が傾き、現在も通行止めとなっています。これを受け県は7月から先月末にかけて県が管理する橋のうち河川の中に橋脚がある571箇所の緊急点検を進めてきました。その結果が今日公表されました。6つの橋に小さな異常が見つかったものの、いずれも緊急で対策が必要なものではないということです。このうち新たに異常が見つかったのは日田市天ヶ瀬町の高鶴橋や宇佐市の佐田橋など4つで、今年度中に補修工事を実施する予定だということです。竹田市の高原橋と日田市の後藤橋は定期点検ですでに対策が必要と判明していて、今年度中の補修工事が予定されています。